この場所に来てもらうのは2回目だね。ここもたくさんある世界の一つなんだ。私たちは時々ここで歌を歌って、世界にいるあの子たちを応援しているんだ。でも今日はみんなにも私たちの歌を楽しんでほしいな。みんな、こんにちは。みんなよ。私、頑張っちゃうから見ててね。ふっふ、みんなが張り切ってるわね。私たちも負けていられないわ。頑張りましょう、ルカ。そうね、メイコ。それじゃあ、最初の曲に行きましょうか。ふふ、急にステージが変わって、みんな驚いているみたいね。この場所はね、少しだけ特別で、たくさんの世界とつながっている場所なの。だから、歌に込められた思いに合わせて、こんな風に他の世界のステージに変わるんだよ。ミーク、早く歌おう。もう待ちきれないよ。うん。それじゃあ、みんなも一緒に楽しんでね。それじゃあ、ミュージック、スタート。ハッピーシンセサイザー、君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよ。次の曲も楽しんでもらえるはずよ。ね、二人とも。いや、俺たちの出番だね、カイト。早く歌いたくて、待ちきれなかったんだ。ああ、エンテは、私と同じこと言ってる。それじゃあ二人とも、頑張ってね。ああ。任せてくれ。さて、僕たちもかっこよく決めないとね。オッケー。さあみんな、行くよ。
ちゃになった近づけを持って簡単な想像に君を使っている単調な風景にふと眠くなって回想列車に揺られ動いている簡単な照明が一度寝たくなって目を落とした先で笑っていた飛びを抜けて路地裏の声屈託もなく笑っていた映画の上映は共に終わってる自然に記憶がやけに響くからできれば遠くに行かないでくれできるなら一泊しないで俺たち、かっこよかったでしょ？ありがとう。こんなに喜んでもらえて、嬉しいよ。なんだか名残惜しいけど、次が最後の曲かしらね。もう最後か。ねえ、笑顔で元気いっぱい歌える歌にしようよ。ん？みんな、今日は、これでおしまいだけど、最後まで一緒に楽しもうね。さあ、歌おう。
ても素敵だったわ。リン、レン、思いっきり楽しめた？うん。ねえ、みんなはどうだった？えへへ、私もとっても楽しかったよ。俺たち、時々こうやって歌ってるからさ、みんなも、また聴きに来てくれよな。そうね、私たちはいつでも大歓迎よ。聞いてくれている人たちがいると、僕たちも楽しいしね。ほんの少しの時間だったけれど、一緒に過ごせてとても楽しかったわ。それじゃあ、また会いましょうね。本当にありがとう。これからみんなはいろいろな世界でいろいろな思いを持つ子たちに出会うと思うけど、私たちと一緒にその子たちを応援してくれると嬉しいな。ふふ、これからよろしくね。それじゃ、みんなもまたね。